かったのに。この曲いいんだ。小林製薬、P&G と、ご覧のスポンサーがお送りします。この谷中か、谷中銀座。一度谷中へ来てみたかったよ。本当に人情が熱いのかね。おうおうおう、寿司食いね。江戸っ子だってね。いや、私は家政婦だよ。私はいろんなお宅を見てきましたから、大抵のことじゃ驚きません。あ、すいません。何にもないうちなんてつまんないよ。どなたですか？ああ、かみさんだよ。5年前にぽっくり行きやがった。で、男で一つで息子さんを。ああ、今まではなんとかやってたんだが、幸次郎のやつが受験でね。幸次郎さんっておっしゃるんですか、息子さん？ああ、出来が悪いもんだから二浪までしまいなんだ。あんたの仕事はね、あいつの面倒を見てやってほしいんだよ。面倒見るってどういうことするんですか？いやいやいや、大したことじゃねえんだ。栄養満点の晩飯と夜食を届けてやってほしいんだ、アパートに。アパート？おう、近所に夕焼け荘ってとこ借りてやってんだけどよ。ほら、うちはこの通り狭いだろ。それに客商売なもんだから、夜の勉強なんぞうるさくてできやしねえんだよ。そういうことですか。そういうことになりますと。なんで、なんか問題でもあるのか？いや、会の規約で5時以降は時給2割増しとなっております。それでよろしければ。今年こそ大学に入ってもらわなきゃならねえんだ。おう、払うじゃねえか。2割増しでも5割増しでも。私はすぐなのだからね。はい、いいでしょ。だからそんなどうなのよ、何でも買ってあげるからね。民家じゃ金は何ぼでもあると思う。お待たせしました。遅いな。あそこ一本作るのに何もたもたしてるんだ。
すいません。すいませんじゃねえんだよ。はぁ、あ、入るんじゃなかったな、こんな店。貸し替えようか。何まで泥を食べてない。何してっか。ごめんごめん。おやじ、トロ頼むよ。大トロ、超大トロ。いいとこ頼むぜ、お前。怒るんじゃねえ、この野郎。トロのいいとこ来るだろ。冗談じゃねえよ。はばかりながらな、うちのネタはいいところばっかりなんだよ。黙って聞いてりゃくだらねえことばっかりに出しやがって。おい、金なんぞ言えないからとっとと出てってくれ。金はいくらでもある。金の問題じゃない、おやじ。それが客に向かって言う言葉だ。おう、そうよ、失礼よね。うぜえ、入れてってけ。あいかちゃん、大丈夫よ。しようしよう。はい。相変わらず短気だな、かみちゃん。え、せっかくお前情報逃がしちまったよ、なんかよ。こっちとらへどっこだ。気に入らない客に買わせる寿司はねえってんだ。生きがっちゃって、でも素敵。幸次郎の飯できたかい。はい、ご覧の通り栄養満点、消化が良くてビタミンたっぷりです。なかなかうまそうじゃねえか。いや、私お届けしてまいります。あ、ちょっと待ってくれ。こいつ持ってってくれか。何ですかこれ。何これ。マグロの目玉の煮付け。なんつうんだっけな、なんか頭の良くなるものが入ってるんだぞ。ああ、 DHA、 ドコスヘキサエン酸。ほんと大学でかい。とんでもない、中学でです。それしかねえんだから。しょうがねえってどういうこと？そのうちなんとかするよ。何？そのうち？信じらんない。私のこと大事じゃないんだ。そんなことないって。じゃあどうすんの？バイトする。バカ、私の言いたいこと全然分かってない。失礼します。何よ。あんた、今日から参りました家政婦です。お食事お持ちしました。若い娘が受験生の部屋に入ったら勉強の邪魔になることぐらい分かりそうなものなのに。お金用意しといてよ。参考書買うためじゃなかったのね。キイさん、見ついでるの、あの子に。あんたに関係ねえだろ。今の子にして足がちょっと短くない？洋服だって趣味がいまいちね。お母さん、自分の姿鏡で見てみろよ。あんた、女を見る目がないじゃないの。うるせえな。何やってんだよ。こんなのやめえ。ひどい。食べ物粗末にしちゃダメよ。なんてことするの。あんな奴は大学出たって何の役にも立ちゃしないよ。あなたが家政婦さんですか。はい、石崎明子です。あなた様は。山口健太郎、この家の長男です。まあ、お兄様がいらしたんですの。すぐお食事の支度いたします。ああ、僕のことは気にしなくていいですよ。それより弟の方よろしくお願いします。承知しておりますわ。おい、健太郎。お父さん、ヘルドも来たな。で、最近仕事のはどうなんだ。順調だよ。また新しい契約が入った。そうかそうか、そいつはよかったな。こいつはね、こう見えても若い人として一国一城になるじゃないんだ。社長様ですか。去年独立してコンピューターのソフトなんてやろう作る会社作ったんだろ。お偉いんですね。それほどでもないですよ。父さんの一杯と。飲みてえのは山々だけどよ、また血圧上がっちまうだろ。ああ、そっか。お
かしいでしょ。僕が帰ってくると必ず顔を見に来るんですよ。ご自慢なんですね、健太郎さんが。社長さんなの？すごいわね。それに比べて弟の方ときたら月とすっぽん、釣り金と提灯、よく知ってんのね、そんなことで。親の目盗んでレジの金盗むんだから。勉強部屋に女連れ込んじゃったりしてんでしょ。何やってるか分かんないよ、本当に。あきこさん、親方のことどう思った？親方って大鉄の主人？そう。あんた一日働いてみてさ、どう感じた？会長さん知ってんじゃないの？ああ、私あの人のお父さんにいろいろ世話になってる。でしょ。だから何もあきこさんに聞くことないじゃないですか。そりゃそうだけど、いい男だろ。まあね、愛の江戸っ子っていうのよくあるタイプよ。切符はいいし、男っぷりもまあまあだし。じゃあ気に入ったんだ。あ、よかった。何なんですか、会長さん一人で納得しちゃって。別に、これで忙しいんだろ。早く帰りなさい。はいはい、帰りますよ。なんか変だよね。はいはい、そうじゃないの。早く帰りますよ。そうっていうか、会長さんの様子よ。おはようございます。仕込みですか？おう、あんたも一緒にどうだい？え？一番連れてってくれるんですか？これを煮付けにしたら美味しいでしょうね。ダメダメ、ほら目ん玉死んでる。え、数ならメバルにしてきな。だって高いですよこれ。いくつ？2つ。おい、やば。え、おい、今日総菜で使うんだよ、これ安くしてくれ。はいよ。あんさん、煮臭いいけないな。煮臭いって何が？嫁さんもらったからバイタって言ってよ。何に付き合いなんだからさ。何かしらしたの？私そんなふうに見えるのかしら。はい、おいし、いただきます。おいしい、とろけそう。女房もね、いつも仕込みの時につまみ食いしに来たもんだ。再婚なさる気はないんですか？そんなこと考えてはみなかったな。うち打ったの。え？お、へい、うち打ったの。ごめん。男の子を一人前にするって大変ね。俺はね、親父に嫌うなしに寿司屋継がされたんだよ。あんたと同じ中学を出たっきりでね。それで息子さんたちはいい大学に入ってもらいたいと考えてるのね。健太郎がいい見本ね。でもお寿司屋さんを継ぐ人がいなくなるじゃありませんか。本当は継いでもらいたいんでしょ。なーに、こんなちっぽけな店、健太郎が嫁を取ったら酔っ払っちまうさ。健太郎さんに結婚したら？おお、郊外に打ち立ててやってよ。俺はそこで楽園居だ。孫の森でもして余生ってやつを楽しませてもらうさ。無理してる。健太郎さんの部屋、一人で二部屋、すごいね。あ、
なで。あ、すいません。大事なデータなんで勝手に動かされちゃ困りますよ。私触ってません。今日お休みですか、会社。いや、これでも勤務中ですよ。このコンピューター、会社のホストと繋がってましてね。在宅でもログインできるんですよ。ログイン。ログイン。ああ、2台もあるのね。お部屋も広いし。僕が独立した時、親父が改装してくれたんです。でももったいないですね。そのうちお寿司屋辞めて新しい家建てるんでしょ。新しい家？旦那さんが言ってましたよ。健太郎さんが結婚したら一緒に住むんだって。僕なんか当てにするよりも老後を共にする女性を見つけた方が利口だと思いません？ええ、そう。そうですね。そんなバカな。ちょっと待って、ここはもういいですから。あ、弟の部屋、夕焼けそば、あっちお願いします。何やら秘密の匂い。スワード変えられた？どういうことかって？ハッキングされたことに決まってるだろ。それくらい分かんないのかバカ野郎。二重人格じゃないの。驚いた。私別にこういう本に興味あるわけじゃないんですけど。すいません、これと同じ本ください。あら、あなた。3150円です。すいません。本破いちゃったから。どうしたってお前。ごめんなさい。だから新しいの買ってきたわよ。けなことすんなよ。ゆかりさんにも会ってきたわ。ゆかりに？本屋さんの娘さんなのね。だからなんだっけ。10万円何に使うのか分かりました。なんだ。妊娠してるのね、ゆかりさん。食べる。いいの？私、人様の食事は年中作ってるけど、作ってもらうことないもん。嬉しいわ。
美味しい。いい味出してる。なんで出しとってんのこれ。カツオ。ちゃんとやってんだ。おふくろ死んだからさ、俺ずっと料理作ってきたんだ。俺料理作るの嫌いじゃないから。それで勉強する暇がなかったんでしょう。はい。兄貴と比べて俺はもともと出来がいいんだ。そうかな。ゆかりさんは病院へ行ったんですか。もうすぐ4ヶ月だ。それで急いでたんだ。で、それが分かってんだったらさ、俺に10万円貸してくんない。中絶の費用出すの私は、うん、冗談じゃないわよ。親父にバレる前に手術してもらえた。俺半殺しになるかもしれない。いや、ごめんね、頼むよ、お願い。いやいや、そんなこと。お母さん、金貸してくれよ。急に言われたってそんなことできないわよ。まあいいじゃないな。10万なんて無理だよ。それに子供を下ろす手伝いするなんてとんでもないよ。断ろう。こんにちは。こんにちは。おお、みちゃん。あれ、一杯やるにはまだ中途半端。ああ、こちらどこ？てめえとこの悪さんですか？こちらどこしてね。それでもあないとどうも困るぜ。あれはな。言葉、お前、うちの娘だ。うちの娘を離せよ、とか。どうしてくれんだよ、おい。ゆかりはな、まだ18なんだぞ。え？どう責任取ってくれるんだよ。ちょっと待ってくれよ。さ、なんかの間違いじゃねえのか。うちの工事の怒りとそんなバカなお前。間違いだけじゃねえんだよ。なんだお前、様子がおかしいからってんだ、お前。かかが問い詰めたら、はっきりそう言ったぞ、ゆかりは。腹回したんだな。おう。小次郎さん、小次郎さん、ねえねえねえ、お母さんを金出してる気になる。それどころじゃないわよ。ゆかりさんのお父さんがお店に来てるのよ。何ですか。何もかも分かっちゃったわよ、親父さんに。親父、どうする？おじろ、どこまで？バカ野郎！俺はもう何考えてんの？めっちゃさ、ほら、バカ野郎！バカ野郎！やめてください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 ！何考えてんの？俺は。やめてください！何言ってんの？受験前の最中の体でこんな風にしてどうするんですか？受験生なら受験生なら勉強だけすればいいんだよ！バカ野郎！いつどこでそんな暇があったんだ？バカ野郎！やめてください！何言ってんの？この大事な時にとんでもない真似を。どうすりゃいいんだよ、おい。向こうは何つってんの。責任取れとよ。そんなこと言われたって。小次郎、てめえってやつは同じ兄弟でどうしてこうも違うんだ。頭が痛えよ、まったく。そんなに悩むことないよ、父さん。簡単に解決する方法があるじゃないか。簡単にだと？まず、ゆかりちゃんには中絶費用を渡して、赤ん坊を始末してもらう。おい、しかしお前、赤ん坊を殺すってなよ。望まれもすでに生まれてきたら、それこそ不幸になるだけだって。そのことは、ゆかりちゃんも同意してたんだろ。どうなんだ！黙ったら返事しろ。しょうがないって言ってるよ。話は簡単だよ。あとは沢木の兄さんに頼んで慰謝料として、そうだな、200-300万。おい、おめえ金で肩つける気か。俺と文治はガキの頃からの友達だぞ。今の世の中、友情にも金が必要だと思うけどね。金かよ。駅前に大きな本屋ができて、あそこも相当苦しいみたいだし、なんだったら僕が交渉するんだ。おめえがか。大事な弟のためだからね。憎まり役を買って出るよ。そうか。おめえがそこまで言うんだったら任せてみるか。いいよ。小次郎、これからは心を入れ替えてしっかり勉強するんだぞ。小次郎！
ったもんじゃないよね。そうよ、慰謝料払ってそれでゴアさんにしようなんて傲慢すぎますよ。話し方もうまいよ。メガネは決まってるしさ、大抵の人は乗せられちゃうよ。あれこそエリートの考え方。こういう時はね、女が一人いると収まんの。女が一人ってどういうことですか？男女帯にこの手のいざこざつきもんなんだから。私はアキコさんと親方が一緒になればいいと思ってるよ。私が旦那さんと？あんただってまんざらじゃないだろ。私にあの人の5歳になれってこと？あんたにその気があるなら私口聞いてやるよ。会長さん、最初からそのつもりで私を谷中へやったの。私の死に水はあんたが取ってくれるもんと思ってた。泣いたの誰よ。一人になっちゃうんだよ会長さん。あんたの幸せのためです。アキコさん、こんなチャンス待てとないんだよ。いい話だよね。そう思うだろ、あんた。思う。だってさ、アキコさん、お寿司屋さんのおかみさんになったら毎日タダでお寿司食べれるんだよ。私も賛成。もうこの際ね、会長さんに話まとめてもらうべきですよ。単純だね、あんたたち。人ごとだと思って。何を今さら、いくつだと思ってんの。私、再婚の話が持ち上がるなんて夢にも思ってなかった。それも寿司屋のおかみだよ。やだ、私家庭を持つなんて。不思議なものね人生なんて。はるみちゃんを置いて一人でお嫁に行ってもいい？連れて行ってあげたいけど寿司屋に猫って変でしょ。あら、やだ、私行く気になってる。アーメン。ゆかりさん。何？ごめんなさい、朝早く。大丈夫？体。幸次郎さんのこと好きになるのなんとなく分かるような気がするわ。突っ張ってるけど目は優しい人だもんね。なんでだろう。産めないって分かってても気遣っちゃうんだよね、お腹の子に。本当は産みたいんでしょ。そうよね。でもそんなこと言ったらお母ちゃんに迷惑かかっちゃうもん。お兄ちゃんみたいにいい大学に入って偉い人になってお父さんのこと喜ばせてやりたいって、お母ちゃんいつもその夢私には邪魔できないから、それで中絶してもいいって言ったのね。受験と子供とじゃ、こうちゃんパニクっちゃうから。こうちゃんの受験が終わったからでもいいかなって。聞いてた？ゆかりさん泣くの我慢してたみたい。赤ちゃん産んでお父さんお母さんになりなさいよ。俺はまだ予備校生なんで。ねえ、本当にあんた大学行きたいの？お父さんに言われたから仕方なく行ってんじゃない？そうじゃない？ねえちょっと、そんな大学なら行かない方がいいわよ。あんたにはね、もっとあった将来があるはずよ。それを見つけるのよ。親父が許してくれない。もぎしけんなから、それじゃ。
ねえ旦那さん、ゆかりさんを交えてもう一度ゆっくり話し合ったらどうですか。健太郎が蹴りつけてくれると言ったんだよ。それ以上にいい結論なんて出るわけねえんだ。だってこれは幸次郎さんとそしてゆかりさんの二人の問題でしょ。お兄さんに頼るのはよくありませんよ。あいつはね、大学出なんだぜ。大学出だからってさ、何も言いなりになる必要ないじゃありませんか。それは出てないもんのひがみってもんじゃないの。私中学出だけど立派に生きてますよ。学割はもっと立派になれたかもしれねえ。あ、ちょっとちょっと邪魔しないでくれよ。サブロが休んじまっててんてこまいなんだからさ。じゃあ幸次郎さんにお店手伝ってもらったらどうです。幸次郎に。幸次郎さんの料理いい味出してますよ。そう、いっそ大学なんかやめて跡取りとして仕込んだらどうですか。バカ言っちゃいけないじゃん。あら、旦那さん本当はこの店なくなるの寂しいんでしょ。寂しいことなんかあるもんか。俺には夢があるって言っただろ。健太郎が嫁もらったら俺は楽隠居してよ。楽隠居が夢。冗談じゃねえや。夜中のおいらうめえ寿司が食えなくなるじゃねえかよ。おおさん、どうしてくれるんだよ。おお健太郎どうした。おお健太郎どうした。おい健太郎、健太郎、お健太郎、お前どっか出かけんのか。ああ、急に海外へ食べてならなくなった。出張かよ。まあね、しばらく帰らないかもしれない。健太郎、だったらその前にちょいと文ちゃんとこ行ってきてくれないか。そんな暇ないんだよ。明日で父さんが自分で行ってきてくれ。それじゃ話が違うじゃねえか。もともとは親父の監督不行き届き、俺におっかぶせられたって困るんだ。なんだよお前、会社で何かあったのか。ああ、あったんだったら俺に話したって分かりゃしないよ。なんだと。ビジネスの話だよ。寿司屋の親父に話したところでどうにもなりゃしないんだ。太郎、お前俺のことそんなに。待て健太郎、おい健太郎、待てってお前、おい、まだ話は終わってんの。おい健太郎、山口健太郎さんだね。ええ、刑事さんだ。聞きたいことがあります。任意で同行してください。待ってくれ、息子は何したってんだよ。お父さんですか。息子さんは前に勤めていた会社からコンピューターのデータを盗み出して自分の会社で商品化していた疑いがあるんです。なんかの間違いじゃ。前の会社から告訴状が出てます。ちょちょ健太郎、お前は会社をでかくするためにやったんだよ。父さんだって俺の出世を望んでたんだろ。だからって俺人様を騙すようなまね。エリートになれ、トップになれ、やる以上は負けるんだって教えたのは誰なんだよ。今になってね、父さんに文句を言う資格なんてありゃしないんだ。聞いたろ。3日安静にしてたら退院できるって先生が。よかったですね、本当に。旦那さん、俺のせいだ、俺のせいだ。あんな人なしになりやがって。旦那さんのせいじゃありませんよ。一生懸命やってた旦那さんの気持ちが健太郎さんにわからなかっただけです。こ
これで何もかも終わっちまったよ。子供のためによかれと思ってやったこともみんな裏面出ちまった。冗談じゃねえわ。はばかりながらうちのネタはいいとこばっかりなんだよ。おうおう、俺どっこだい。気に入らねえ客に食わせる寿司はねえんだよ。ああ、谷中の負けよ。金なんざいらねえからとっとと出ていきやがれ。おうおう、中学では話が合うじゃねえかよ。いやねえ。父さん、大丈夫？こうしろ。なんでおめ、今日は予備校で模試があったじゃねえのか。すいません、私が知らせました。余計なことしてくれやって。試験なんかより父さんの方がずっと大事だからね。バカ野郎、賛同させる余裕なんじゃねえぞ。もういいんだよ大学なんか。なんだぞ。俺寿司屋になりて。何寝ぼけたこと言ってえなんだよ。小さい頃から包丁握ってる父さんの背中見て育ってきたんだ。かっこいいなって、たくましいなって、いつもそう思ってたんだよ。で父さんは学がりゃ学がりゃってそればっかり。高卒で寿司屋になるなんて俺と変わらねえじゃねえか。大学でだって道を誤る人はたくさんいますよ。そうでしょう旦那さん。でもうまい寿司を握って人を幸せにできる人はそうはいません。お客さんはみんな父さんが握った寿司ニコニコしながらうまそうに食べてる。そうそうそう、親父ってすげえんだなってそう思ってたんだ。バカ野郎、聞いたふな聞きやがって。バカ野郎、泣くなよ。いい大人がみっともねえな。誰が泣くんだよ。バカだ、汗が目から出てきやがったよ。いや、それがまだなんですよ。腹目立つ前に決めちゃわないとって思ってるんですけど。嫌げてねえで焼き直せ。